結構いかつい。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、クーラーマスターのマスターエア MA824 ステルスになります。クーラーマスターってあのクーラーマスター？はい、今回はクーラーマスターさんから初めてレビューをいただきました。で、今回こちらのマスターエア MA824 ステルスなんですが、クーラーマスター史上最強の空冷クーラーみたいなんですよね。史上最強？ということで今回はこちらをレビューしていきたいと思います。あれ？クーラー検証ってことはまさか。もちろん、インテルコア i9-13900K が冷やせるのか試していきます。やっぱり、もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはクーラーマスターのホームページから見ていきましょう。まずページを降りていくと大きくステルスというイルミネーションが書いてあります。ステルスって日本語でこっそりするとか忍びとかいう意味なんですが、めちゃめちゃ主張の激しいステルスですね。確かに。ではそこから下に下がっていくと、独自開発した8本のヒートパイプで熱伝導率の最適化をしているみたいです。独自開発？複合構造でヒートパイプの厚みに変化をつけたコンポジットヒートパイプみたいです。続いてはデュアルタワーヒートシンクです。フィンの密度と厚みを見直し、表面積を最大化したヒートシンクになっているみたいです。かなり迫力がありそうね。そんな感じを受けるホームページですね。続いてはベース部分のことですね。インテル12世代以降 CPU のサイズも大きくなったので、それに合わせて CPU 全体をカバーするように拡張されているみたいです。続いては搭載ファンになります。サイズの異なる2つのモビウスファンを使っており、静音性と冷却性を高めているみたいです。メモリ側のファンが 120mm ファン、真ん中にあるファンが 135mm ファンとなっているみたいです。手前と真ん中でサイズが違うのね。ですです。この異なるサイズのファンで空気の取り込みと押し出しを調整し、冷却性を高めているみたいです。この辺は後ほど実際に静音性やどのくらい冷えるのかも見ていきたいと思います。続いてはメモリとのクリアランスについて書かれています。メモリ側のファンを 120mm にすることで 42mm のクリアランスを確保しているみたいです。こちらも後ほどセットして見ていきましょう。あとはアルミ製のブラックトップカバーや、ハニカム状に塗布されたグリスが付属、あとは仕様なんかが書かれていました。ところでこのクーラーいくらなの？こちらのマスターエア MA824 ステルスなんですが、動画公開時点で最安、14,595円となります。結構いい値段するわね。もともと昨年の発売日に23,280円で売り出した商品なので、それから見れば約3ヶ月でここまで値が下がったとも言えますね。それでは実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封していきましょう。外箱なんですが、こちらの外箱、かなりでかいです。映像だとわかりにくいかもしれませんが、だいたい3辺がそれぞれ25センチほどありました。それはなかなかの大きさね。ということで開けるとまずは付属品の入った箱が出てきます。この下にクーラー本体がある形です。ではまずは付属品から見ていきましょう。付属品は中で仕切りもされていて、かなり収納性も良さそうな入れ物になっていました。確かに仕切りがあるのも珍しいわね。では入っているものですが、まずこちらがドライバーになります。細長い L 字モデルのドライバーですね。こちらはファン用二股電源ケーブルになります。赤色が4ピン、黒色が3ピンのコネクタとなっていました。続いてこちらは、4×AMD。漢字は読めませんが AMD の台座固定用ネジでしょう。こちらがリテンションとネジになります。この漢字なんて読むのかしらね。私は見たときら柱って読んじゃいましたが、真相はわかりません。続いてこちらは、4×インテルなんちゃらです。なんちゃらって。こちらもインテルのリテンションと固定用のネジですね。AMD 用はブーメランみたいな形でしたが、インテル用はストレートな感じです。続いてこちらがインテル用のバックプレートになります。素材はプラスチックでできていますが、かなり剛性感もあり、ちょっと力を入れてみましたが全然曲がりませんでした。またネジの調整は少しの力で大きさを変えられるので、これはすごいやりやすかったです。メーカーによってはこの調整が硬いものもあるのですが、私が今まで触った中で一番軽いんじゃないかなと思うくらい軽かったです。そして続いてこちらは、ラ・ボ。この感じ多いわね。こちらは台座用ネジとリテンションを止める固定用のネジになります。こちらはインテルでも AMD でも使用します。ところでラボってどういう意味なんですかね。ラボって読むかどうかも怪しいけど。そして最後に取扱い説明書になります。こちらはイラストで大きく書かれているので、これを見ながらであれば取り付けも大丈夫かなと思います。最近こういうイラストで書いてくれてるから、初めての人でもわかりやすいのがいいわよね。ですね。ということで付属品は以上になります。必要最低限のものしか入ってないといった感じです。では続いてマスターエア MA824 ステルス本体を見ていきましょう。まずこちらの大きいところを開けてみたのですが、こちらにクーラー本体が入っているみたいです。
ここから引き抜けるのかなと思ったのですが、ここから引き抜くことはできませんでした。なので先に横にある小さい箱から出していきます。これは何？緩衝材。私も最初ただの緩衝材かと思ったら、こちらには 120mm のファンが入っていました。で、このファンを取ると、段ボールの枠ごと本体を取り出すことができます。ということでこちらがマスターエア MA824 ステルス本体となります。おお、かなりいかついわね。ヒートパイプも天板もファンもフィンもすべて真っ黒で、かなり黒へのこだわりを感じますね。今外したのは 120mm ファン用のワイヤークリップになります。で、輸送の衝撃のせいかわかりませんが、私に届いたものが同ベースを覆っているプラスチックケースが割れており、その衝撃、で付属グリスがすでに伸びちゃっている状態でした。なので今回は別のグリスを使って後ほど検証をしたいと思います。それではこちらの CPU クーラーのスペックの確認をしていきましょう。シュラララ。ではマスターエア MA824 ステルスのスペックのご紹介です。まず大きさですが、162.2×150.6×165.6mm となっています。重さに関しては公式ページには書いていなかったので計測してみたところ、1430g でした。最近で言えば割と重さのある方かなと思います。また写真だと手前の 120mm ファンも黒く見えるのですが、実際は紺色っぽい色となっています。黒の中に唯一青系統の色が入ってるところではあります。こちらは真横からの画像ですが、ヒートシンクの形が左右非対称なのがわかりますでしょうか。クーラーマスターではデュアルタワーヒートシンクという名前で、表面積を最大化することを目的に、フィンの厚みと間隔を最適化したみたいです。またフィンの数は最大41枚あり、片側のヒートシンクまでは34枚となっています。で、その下には7枚分の差がある形です。なんでこんな差があるの？大型のヒートシンクは隣接するメモリスロットの一部が覆いかぶさるので、一定のクリアランスが確保できるようこのようなデザインになっているみたいです。なるほど。クーラーの天板にはアルミ製のブラックカバーがついており、流行りの LED などの装飾は一切ない、無骨感のあるクーラーとなっています。ベースプレートは幅 38mm、長さ 52.2mm の長方形です。厚みは他のクーラーよりも薄く、そのため早くヒートパイプに熱が伝わるような作りとなっています。本来ベースプレート部分はかなり綺麗に研磨されているはずなんですが、若干傷のように見えているのはおそらく先ほどのグリスが付着していたのと関係があるかもしれません。ヒートパイプは8本で、情熱伝導コンポジットヒートパイプで熱を早く拡散するよう作られているみたいです。こちらが8本のヒートパイプになります。真ん中のネジがついている部分はこちらはヒートパイプではなくただのシャフトなので、見た目は9本あるように見えますが、ヒートパイプは8本となります。確かに言われなかったら9本あるように見えるかもね。では実際に取り付けてみましょう。今回はインテルマザーボードに取り付けていくので、まずはこちらのバックプレートを取り付けます。バックプレートのピンが可動式となっているので、LGA1700 の場合は全て外側にします。マザーボードの穴にバックプレートを取り付けたらネジで固定していきます。こちらのネジは手で締められます。続いてリテンションプレートを取り付けていきます。インテルの場合は、CPU の右側と左側に取り付けていきます。リテンションプレートに穴が2箇所あるのですが、LGA1700 は外側、真ん中、に入れていきます。外側なの、真ん中なの。説明書の図がこうなっているので真ん中という言い方の方が正しいかもしれませんね。そしたらその上からネジ止めしていきます。このリテンションプレートが結構緩くはまるので個人的にはガチッとはまってほしかったです。続いてグリスを塗布します。まずはマスキングテープを貼って、使うグリスは SMZ01R を使用します。本当だったら、付属していたグリスでもどのぐらい冷えるのか見たいところでしたが、今回はたまたまグリスが汚れてしまったので仕方がないですね。ということでグリスを塗ったら、クーラー本体を取り付けていきます。リテンションプレートのネジ穴とクーラーのネジの位置を合わせて、左右均等に力が加わるようにネジ止めをしていきます。取り付け終わったらフロントファンを取り付けていきます。ワイヤークリップを取り付けて、フロント部分に取り付けていきます。ワイヤークリップは結構柔らかいので、力は必要ありませんが取り付ける際にファンから外れやすかったりするのでお気をつけください。ということで取り付けた感じはこんな感じになりました。この向きだと結構青色がはっきりわかるわね。そうですね、この向きだと青がよくわかりますね。全体を見てみるとこんな感じになります。今回も黒ベースのパーツで組んでみたのですが、見た目はどうでしょう？黒いパーツたちとはかなり相性は良さそうね。ですね。ちなみにメモリとのクリアランスですが、ヒートシンク付きモデルだと結構ギリギリではありました。最悪フロントファンを少し上に上げれば問題なく取り付けられるとは思いますが、ヒートシンクの背が高いものは注意が必要かもしれません。では検証前に検証機のご紹介です。
CPU はインテルコア i9-13900K、マザーボードは MSIMAGZ690 トマホーク Wi-Fi。メモリはクレブクラス VRGBDDR5-7016GB×2、ストレージはサムスン980 Pro NVMe M.2 1TB。電源は MSIMPGA850GF、ケースは長尾製作所オープンフレーム。OS は Windows 11 Pro で行いました。果たして i9-13900K を冷やすことができるのか。それでは行ってみましょう。シネベンチ R23 ということで CPU を冷やせるのか冷やせないのか、これが一番わかりやすいのでやってみました。もちろん電力設定は無制限で行いました。え、無制限って？ということで結果はこちら。マルチが 37,992 と 38,095、シングルが 2,177、最高温度は100度と89度、アイドル時は28度という結果になりました。やっぱりマルチ10分の時は100度に行ってしまったのね。ただマルチ開始3分30秒後に100度に到達したので、それまではギリギリいかない状態でした。え、3分も耐えたの？それはそれですごいわね。ですよね。で、今回はせっかくなので、電力制限をかけた状態だとどうなるかも計測してみました。その結果はこちら。まずはスコアから。青色の電力無制限のマルチが 37,992 と 38,095、シングルが 2,177。赤色の 288W 制限のマルチが 37,131 と 39,262、シングルが 2,182。黄色の 253W 制限のマルチが 34,402 と 35,049、シングルが 2,172、という結果になりました。あれ、赤色のマルチが一番スコア出てる。はい、マルチ1回だと 288W 制限のものが一番いいスコアを出しました。制限付きで4万近いスコアってすごいわね。こちらが温度とクロックになります。温度の方ですが、無制限は最高温度100度と89度、アイドル時は28度。288W 制限は最高温度93度と82度、アイドル時は29度。253W 制限は最高温度69度と69度、アイドル時は30度という結果になりました。温度とスコアを見ると、このクーラーで i9-13900K を使うなら 288W 制限で使用するには良さそうですね。制限付きとはいえ、これだけ性能が出てるなら全然十分そうね。CPU クーラーから 30cm 離れたところで音量測定も行いました。ファン 100% の時はそれなりに風切り音が聞こえましたが、75% 以下はかなり静かで静音性も高いクーラーだなと思いました。確かにこのくらいなら静かそうね。ということで今回は、クーラーマスターの新商品、マスターエア MA824 ステルスのレビューをしました。あんた的にどうだった？見た目もオールブラックで武骨感もあって結構かっこいいクーラーだと思います。288W 制限で i9-13900K も十分使えそうですし。確かにそうね。ただやはり値段がちょっと高いかなって気もしますし。あと画面に映ってないんですが、ファンクリップが柔らかすぎて、うまくファンに入らなかったりとかもあったので、その辺も今後改良していただけたらいいかなと思います。あ、あとこのカバーももうちょっと強固なものに変えてもらえると、あくまで輸送時の問題もあるかもしれませんが。これはもしグリスを持ってない人だったらショックね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。